え、なんかおっさんおるんやけど。え、丸見えじゃないの？特に今のジバニャン。マジか。え、危険じゃね？私はウィスパーに賛成だな。大丈夫なのかな？なんか嫌な予感がするよ。きっと案の定もそう言うと思うよ。こっから向こう側に渡る。あ、そこか。頑張ってるね、案の定。おやすさんを肩に乗せて。なになになに？最後の材料を頑張って見つけるぞー。ゴーゴー。おう。動くな。なになになに？え、どうしたの？どうしたの？し、こっちに来い、早く。なになに、怖いんだけど。あそこ、見てみろ。え、なんかおっさんおるんやけど。え、てか丸見えじゃね？え、丸見えじゃないの？特に今のジバニャン。急いでこっち入ってきたけどさ。運が悪いな、あいつがいるなんて。マック、知ってる人？誰だよ、あれ。この間、この森で見かけてさ、見ない顔だし、何してんだろうって思って声をかけたら、マジで、あれに声かけたとかすごいね。いきなり悪魔みたいな顔して、すげえ勢いで追いかけてきたんだ。俺は余裕で逃げられたけど、あいつはやばいぜ。どうしよう。やっぱりやめときましょうよ。ほんとほんと。けどこのままじゃ材料が足りないからな。この霧だったら、気をつければそう簡単には見つからないさ。いいか、絶対に見つかるなよ。わかった。マジか。ほら、もう2匹ともうんざりしとるやん。またこれあれですか？見つかっちゃいかん系の。隠れて進めなくね？え、回り道せんといかん感じこれ。うわー、最悪やん。なんか向こう行き止まりやしさ。何、どの辺にいるのあいつは。あー、ここにおる。あ、でも結構遠くにおるんかな、まだ。じゃあちょっと今のうちにサクサクサクっと進んで。何、どの辺まで行ける？あいつはどの辺まで来るの？何これ？ボロボロなお守りを手に入れた。ボロボロでも今はすがりたい。え、待って待って、進めねえ進めねえ。あ、ここ進めんやん。え、なんだ、どう行けばいいんだこれは。こっちか。キヨルキヨルキヨルってキヨルって。ちょ、待って待って。ちょっと通り過ぎるのを待とう。ここ通ってくよね、多分。あ、おったおった、今。今、向こう側おったよ。危険、危険。うわぁ、怖っ。これもうこっち来られたら終わりじゃね？これもう私、道間違えたら終わりじゃね？大丈夫？いける？あ、いける。いける、あ、キュッピーが見えた、キュッピーが。私の希望の光。キュッピー。この辺まで来たら、まあ結構安全、安心なんかな。とりあえず。どこ、キュッピー。あったあった。体力だけ回復しとこ。キュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ？いや、いいよ。入れ替えは。うわぁ、来てる来てる。怖い怖い。何？どこどこどこ？どういう状態かが。あ、よっしゃ、来れた。どれ？どれ？これ？これか？あ、これだ。おっしゃー。これだったらオールに使えるんじゃないかな。いいのが見つかったか？多分、これって使えるかな。ペラッとしてるな。バッチリだぜ。よーし！やったー！これでイカダが作れるね。ペラッとした木片を手に入れた。バカ、そんな大声出したら。あ、しまった。ちょっと。ケータくん、すごく嫌な気配がしますよ。え、なに、結局来るの？最悪やん、ケータおい。誰じゃ、いいんじゃねえの、どんな名前やねん。あ、妖怪ウォッチがめっちゃ反応しよる。妖怪？しまった。逃げられないよ。くそ。どうすれば。ん？どうしたどうした？ケータ、こいつ妖怪にゃん。え？
今気づいたの。あ、ほんとだ。って、だから何？状況何も変わらないじゃん。何をごちゃごちゃと。まあええ、始末してる。ケータ、こうなったら戦うしかない。わかった。おお。待って、急にバトルだし、マジか。とりあえず体力の回復はしといてよかったな。ね、そこだけちょっと、救いだわ。さっきのままやったら多分私だいぶ体力少なかったと思うよね。一気にチャージ完了。ペラペラメラメラ。ぶったたく剣の、ん？広島弁かな。おお、恐ろしい。一気に半分も体力がなくなった。待って、回復を頻繁にしておこう。ね。そして、よーし。あ、ダメだ。チバニアンの百裂肉球。みんな誰？え、アイタタタイムズじゃない？あいつ。百裂肉球。なんでアイタタタイムズあんなとこにおるの？え、今。待って待って、アイタタタイムズに攻撃を当てないように。ってことは、こっちだけを狙って。そう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 。挨拶タイムズ大丈夫？なんか体力だいぶ危ういけど。ねえ、最初から狙うしてなかったけん。てか何が起こっとんか全然わからんかったけんさ。思いっきり攻撃しちゃってるよ。あ、やべえやべえやべえ。ちょっと今体力だいぶやばいけんさ。カリカリモーニング。あ、でも、だいぶ大丈夫じゃない？HP をすごくそこそこ、まあ、そこそこぐらいでいいか。ジバニャン回復。そしてちょっと入れ替わる？入れ替わって必殺技使えないの？まだ。ネコロンブス、はい使うよ。はいストップ。はい、あーダメだ。はい来た。よっしゃー、チャージ完了。でちょっとアイテムを使いたいんだ。アイタタタイムズの回復をしてあげたい。アイテムで。はい、これをアイタタ、ん？これアイタタタイムズ？だね。うん、オッケーオッケー。いけい。そして、ちょっと。はい。基盤ドールいけい。はい、基盤ドールに。お、やったね。おっしゃー。え、意外と普通にいけた。よかったよかった。一応貯めとくけど。何あれ、なんかモヤモヤ出っ放しなんだけど。え、いいんじゃねえの。変身し真の姿を現した。何真の姿って、やめてよ。何事、進化しなくていいから。まえんじゃねえか、よくねえわ。ちょ待って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 。ね、ネコロンブス、私のネコ、何？何事？あ、これやっつけれないパターンっすか。こいつ強すぎる。負けないにゃん。くらえ、百裂肉球。おお、バゴニャン。ジバニャンカメラに激突。ジバニャン、どうしよう。そこの人間、誰？これを使え。あ、これ、妖怪ウォッチの発明した人やない？人じゃないけど。これは、それは新たなる妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチドリームだ。妖怪ウォッチドリーム？何それ？妖怪ウォッチドリームを手に入れた。パワーアップ。さらに妖怪ドリームリンクアイテム、妖怪ブラスターを手に入れた。誰も見たことがない次世代妖怪ウォッチ。それが妖怪ウォッチドリームだ。そして妖怪ウォッチドリームはドリームリンクを使うことができる。様々な妖怪ドリームリンクアイテムが妖怪ウォッチドリームをさらに強くする。まずは妖怪ブラスターとドリームリンクして戦うんだ。それを使えば君自身も妖怪と共に戦える。力を合わせて奴を倒すのだ。え、人間が手を貸したからといって強いのか。俺が一緒に戦う力になるのか。妖怪ウォッチ、あ、これはあれ？こう、イベントベースで、私は何もしなくていいパターンかな。なんかいいね、かっこいいね。
と同じじゃ。戦いになるんかい。マジか。バトルスタート。よし、頑張る。妖怪ドリームリンクアイテムの一つ、それが妖怪ブラスターだ。バトル中にブラスターボタンを押すことで妖怪ブラスターを使うことができる。妖怪ブラスターにはサブメンバーのメダルをセットすることができるんだ。セットした妖怪の種族によってブラスターの弾の種類が変わるぞ。メダルをセットしたらルーレットスタート。妖怪ブラスターのモードを決めるんだ。アタックモードは敵にダメージ、友達モードは友達確率アップ。モードが決まったら敵のメダルを狙ってとにかく撃ちまくれ。友達妖怪にならない敵とのバトルではアタックモードのみの真剣勝負だぞ。ってことは今回真剣だ。よし、ブラスター、妖怪ブラスターメダルセット、そして武器見入れ。何あれ、はいとかあるやん。アタックモード、これを撃てということ。いけいけい。なんか全然当たらないんですけど。当たった当たった。でこれ当てよる間に何ダメージが与えれるの。フィニッシュ。あれだけしかダメージ与えれてないやん。でまたなんかこうあれやろ、ゲージが溜まるまでの時間があるんや。普通にみんなが攻撃しよる方がこれダメージ与えれてない。私参加する必要あります？なんかペラペラメラメラ。そしてよーし、いいんじゃなくないよ、いいんじゃなくない、いいんじゃない、わからねえ。とりあえずジバニャンがダメージを受けた。じゃあちょっと、はい、スターバーガーで回復。よし、常に満タンを狙っていった方がいいね。よーし、これで、あ、やべえ、ジバニャンの炸裂肉球、一気チャージ完了。まだあれよね、ドリームバスター溜まってないよね。炸裂肉球、にゃ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 。でもってちょっと危険だから、みんなに、あ、なになになに、逃げれてないよ。なんかジバニャン逃げれてないけど、どういうことだよ。あ、照準合わされてんの、マジか。いいねついたけどさ、なんかいいねはついたんだけど、ブラスターまだいけない。ジバニャン待って、大変。ジバニャン、ジバニャン、よし、復活復活復活からの、ちょ、ほいほい。ちょ、速攻で。待って、技オッケー。必殺技。いくよ。いけ、ペラペラメラメラ。私のブラスター必要なくね？とりあえずもう一回使うけどさ。チャージ完了。ブラスター多分いけるやろ、今度。おーし、いけ。妖怪ブラスター、メダルセット。さっき不気味言ったけん、じゃあ次、プリッチさあ、どうだ？はい、来い、はい。あー、ダメだった。普通だ。あ、ほんとや。あ、こっちの方が連続で当てれるかも。ほらほら。これで、あれを全部、なくせたらどうなるの？別に関係ないんか。フィニッシュ。メーター全部なくなったよ。あれかな？結構ダメージ与えれたかな？今のは。よし、ちょっと。ジバニャン復活からの、カリカリベーコン。よし。あ、やったやったやった、やっつけたよ。イエーイ。ジバニャンも復活したし。カリカリベーコンちょっとね。ちょっと最後使えんかったけど。勝利！イエーイ。はぁ。疲れるわ。キバンドールのレベルが、みんなレベル上がったやん。相手とタイムズ以外。いやー、ちょっとダメかと思った。ね、進化があるとは。くっ、油断したの。今回だけは見逃してる。お、びっくりした。飛び立つんかと思ったら普通にその場に。イエーイ。なんとか追い払えたみたいだね。
ああ、ね、妖怪ウォッチドリーム、本当にすごいよ。うひょー、なんすかそれ、見たことありませんよ。新型の発表なんて聞いてませんし、一体どういうことでウィス、くれたやつに聞いてみるにゃ。そうだった。誰かわからないけど、助けてくれてありがとう。おらんよね、びっくりしたらずっと見よったんかと思ったし。さっそうと消えていった。フードのやつ、いなくなっちまったな。そんな、どこに行っちゃったんだろう。いろいろ聞きたかったのに。というかこれって、もらっちゃっていいのかな。すごいものな気がするけど。返せって言われてないし、いいんじゃねえか。それより、これでイカダの材料が集まったんだ。集めた材料を秘密基地に持って帰ろうぜ。そうだった。なんか、ああいう、助け船みたいなの出してくれるのってさ、タキシード仮面みたいな感じよね。え、帰れねえ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。